マジでどこでも使うエンジンですね。エンジンです。まさにエンジン、神のような能力持っているので、はい、ゴリバラ型ですね。はい、どうもなぎです。ミストマカティです。はい、というわけで今回の動画は無課金ユーザーにおすすめ簡単に組める螺旋攻略パーティーを紹介ということで、はい、あがりさんと一緒に無課金の人でも比較的組みやすくて強いパーティーを解説していきたいと思います。今回ね、できるだけ星4軸で組めたり手に入りやすい工場キャラとかを中心に組んだパーティーを紹介していくので、ぜひ最後まで見ていってください。まあ、最近ねこういう動画少なかったと思うし、 3.0 で、ね、始めた方もたくさんいらっしゃると思うので、まあ、よかったらね参考にしていただければなと思います。というわけで順番に今回は2パーティーずつ紹介していくので、じゃあ先に自分から言ってもいいですか。はい、お願いします。まず僕が最初におすすめしたいパーティーがティナリ、フィッシュル、シノブ、ディオナの激化軸のパーティーです。まあ旬ですね、本当にもう今の時代は激化、本当にそう、うん、めちゃくちゃに強いんだよねティナリが。本当にだけどこのパーティーね、基本的にはティナリとフィッシュルで激化を起こしつつ、複数の敵がいる場合はどうしてもねフィッシュルだけだと雷元素が安定しない場合があるじゃないですか、うんうん、オズ一人だとね、なんか一体の敵にしか雷元素攻撃してくれないとか安定しないことがあるので、まあ、そこを補うための忍ぶって感じですね。うん、いやもう忍ぶ最近どこでも使うね。マジでどこでも使う、うん、特に草元素の場合。ただ忍ぶをティナリと合わせて使う場合ってやっぱ敵に近づく必要があるじゃないですか。あーそうですね、そこをうまくカバーするためにシールドが貼れるディオナを採用してます。あーなるほどね。今氷元素のディオナだったら比較的激化の邪魔も最小限に抑えれるんで、組み合わせやすいって意味でもシールド兼回復のねディオナを今回は採用させていただきました。だから基本的にはティナリフィッシュルで火力を出しつつ忍ぶディオナでサポートしていくって感じですね。安定感もあるしすごく運用もしやすそうだなって聞いてて思いましたね。激化軸の強いところは単体にも複数にも強い元素反応だから、特にやっぱこの激化軸のパーティーっていうのは螺旋でもね活躍しやすいんじゃないかなと。うん、特に12層のねラストのあの毎回いるボスとか、ね、うんうん、だったらもう本当に無類の強さだと思いますし、確かにこのパーティーは強そうだね。一応ねティナリフィッシュルシノブディオナっていう形で紹介したんですけど、代用キャラを一応紹介しとくと、まあ、ティナリに関しては主軸なんで、まあ、基本代用きついです。まあそうですね、きついですね、さすがにね、さすがに。でフィッシュルはヤイミコ、まあ、星5キャラになっちゃうんだけどヤイミコ採用してあげるとかなり安定して雷元素が付着できるようになります。でシノブの枠は、まあ、ドリーだったり、まあ、ライデン将軍だったり、はい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 、でディオナの枠は、まあ、それこそ最近実装されたレイラだったり、まあ、勝利だったりって感じで、まあ、シールドキャラをここの枠にね採用してあげればうまく代用できるんじゃないかなと。本当になんか昔ながらのキャラクターもいるし、うんうんうん、で忍に関してもね、あの結構最近のキャラだけどやっぱこの編成以外でも使うねパターンがすごく多いキャラクターではあると思うから。そうだね、あえて狙いに行くってのも全然ありだし、再現したパーティー使いたい人はガンガン狙っていってもいいんじゃないかなと思います。あとこのパーティーのすごいところで言うと全員凸がほとんどいらないところ。あー確かに確かに、まあ、強いて欲しいのはディオナと忍ぶの2凸ぐらいかな。いやいいね、いい編成だと思う。今旬なキャラでもあるしね。そうだね、やっぱ草元素が今一番旬だから、うん、ぜひティナリがねすり抜けた人は見てみてください、うん、はい。じゃあお次アカティさんおすすめパーティー、はい、お願いしてもいいですか。はい、僕がおすすめするパーティーはエインヒ、ユクワキ、ベネット、スクロースの、まあ、結局こいつらでエイヤンパーティーですね。最高の星音4人そう詰め込みましたっていう、まあ、凪さんがね結構旬なねあの編成を紹介してくれたんで、僕はやっぱりオールドタイプ、うん、本当に強いキャラクターたちの相性がいいというわけで、ね、この4人をちょっと紹介させていただこうかなと思います。でまあ行く脇ベネット、スクロースに関してはね 1.0 からいるキャラクターなので、うんうんうん、まあ、トツが重ねてる人もいると思うし、まだね、うん、トツ重ねてないよって人に関してはあの本当にこの3人に関しては今後もずっと使っていくキャラクターになるので間違いない。でまあ、エンヒに関してもやっぱりこの星4キャラクターの中でも本当に最高レベルで火力が出る、かつ、うん、やれることがすごくシンプルで強いんですよね。使いやすいしね。そうそうそう、まあ、すごく立ち回りもしやすいですし、うん、相性のいいキャラクターである、まあ、ユクワキっていうのもいるし、うん、まあ、この元素なんでもちろんスクロスで拡散を起こして熟知バフをかけることによって蒸発の火力も上げたりとかで、まあバフと HP 回復はベネットにお任せと、うん、
いやこのパーティーの何がやばいってさ、うん、ゆかきで中断体制ついてるし、ベネットで回復できるし、クロスで集積もできるしっていうのは全てが噛み合ってるんだよね。あ、そう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 。星四軸でパーティー組むといえばみたいなところあるよね。そうだね、もう誰しもが思いつくんだけども、うん、まあ、やっぱこれ紹介しないは嘘でしょと、うん、なったので、でまあトツとかに関しては遠比ゆくわきはまあ3トツ、まあ、ゆくわきはちょっとわがまま言うと完凸だったら嬉しいけど、うんうんうん、ベネットはあの間違いなく1凸してください。みんな勘違いしてると思うけど1凸がスタートラインなんですよ。いやでも1凸なくても強いけどね。そうそう強いんだけど別キャラだねもはや。まあ、スクロースもまあ1、2、まあ、2凸あったら個人的には嬉しいかなと。特に1凸はあの、うん、エネルギー溜まりやすくもなるし。あそうだね、うん、ベネット行くわきとかの、ね、エネルギーの回しもすごく楽になるので、うん。でまあ、次に代用キャラなんですけども、はいはい、まあ、炎飛の部分に関しては正直炎元素のアタッカーだったらまあ誰でもいけちゃうくらいには、うん、そうサポートがすごく充実してるのでいっぱいですしね。そうそうそう、前半できた良い意味やだったりとか、うん、まあ、あとは工場キャラのディルック、うん、まあ、あとはめちゃくちゃ可愛いクレイちゃん、まあ、クレイもトツ重ねたらね防御ダウンっていうね優秀な能力持ってたりもするし、うん、行く秋の枠はまあちょっとイエランぐらいしかないかな代用キャラは正直行く秋は変えようがないね。イエラン変えようがないんだよね、うんうん、まあ、イエラン持ってたらより攻撃的になるんだけども、うん、ここはまあ、ちょっとね攻撃被弾しがちだなっても人は行くわけで安定感求めるのもいいしみたいな感じ、うん、まあ、これは結構好みに分かれてきますね、はい、ベネットは代用できるキャラいません。いないね。いないです残念ながら。そう、唯一無二の圧倒的な性能なので、まあ、ちょっと代用はできないですね。エンジンですね、うん、エンジンです。まさにエンジン、神のような能力持っているので、はい、でまあ、スクロースのところはカズハで大丈夫かなと、うん、思います。そういった感じなので、はい、まあね、この4人は間違いなく強いので、ぜひね、持ってる方に関しては、組んでみてください。安定の最強パーティーです。じゃあ、お次、俺が今回紹介する2つ目のおすすめパーティーは、ナヒーダ・シノブ・ユカキ・バーバラの、ナヒーダを主軸とした超開花パーティーですね。おお、これもザ・旬な。はい、もう、シノブ大好きなんで、本当申し訳ないんだけど、いやでもね本当に 3.0 でシノブの評価上がりすぎなんだよね、うん、ナヒーダに関してもね今回引いた人も多いと思ったので、あえて今回ナヒーダを入れてナヒーダ以外星4で組めるおすすめパーティーを考えてみました。でこのパーティーナヒーダ以外がバーバラ・シノブ・ユクアキっていう一見ね回復が過剰で火力が出なさそうに見えるんだけど、実はこれ全員無凸でもマジでめちゃくちゃいい火力が出る超おすすめのパーティーです。ちょっと気になるな。でこのパーティーね各キャラで結構気をつけるべき点があるので簡単にまとめておくんですけど、うん、まあ、まずナヒーダは元素スキルのテンプレベルを上げてください。で神殿用セットの厳選だけ頑張って、これが多分一番ハードル高い。あーそうやね、まあ、でも金メッキもさどっちみち使うからさ、うんうんうん、周り毒ではあるよねあの卑怯は。特にこのパーティーの場合忍とかで金メッキ使うし、このパーティー作るんだったら森林金メッキのね厳選頑張りましょう。忍に関しては武器とか生物で元素熟知を上げましょう。熟知もりもりで目標は元素熟知1000以上。なかなかハードル高いけども超えたらまあね、まあ、でも武器を鉄砲を持たせて、まあ、金メッキ4セット熟知盛りとか、うん、金メッキ楽団熟知盛りにしてあげれば多分1000は超えると思う。楽団金メッキとかでもいいから頑張って面よくやってください。うん頑張ろう。で行く秋に関しては、まあ、シンプルに絶縁4セット持たせて、まあ、できれば祭礼の剣も足せるぐらいかな、はい、これはもう行く秋のテンプレですね。でバーバラに関してはこのパーティーのバーバラは回復要因っていうよりかは水付着を安定させながら殴る俗に言うゴリバーバラ型ですね。おーなるほど。アタッカーがいないので疑似的にアタッカーとして使うっていう地風原点とかも出せて、うんうん、まあ、生物も沈殿4セットとか、うんうんうん、楽団とかでできるだけ火力が出せるように頑張ってください。なるほど、バーバラで開花させて忍で起爆っていう流れなのか。そうだね、バーバラに火気で起爆しつつ、まあ、水元素ダメージを与えてで超開花とナヒーダの追撃で火力を増し増しにしていくって感じだね。このパーティー全員星音武器で全く問題ないから、うん、そうなんだ。ナヒーダは祭礼だし、シノブは鉄砲、ユクアキは祭礼、バーバラも、うん、まあ、流浪学章とか。ああそっかそっかそっか。正直ナヒーダさえ持ってれば誰でも組めます。確かにね、突依存度も低いし。あーいいパーティーだな、すごい楽しそうだしね、うん、でシノブバーバラで回復もできるから安定感もねすごい増してるし、そうそう必然的にね、まあ、一応バーバラアタッカー型でも最低限は回復できるからシノブと合わせて過剰なぐらい回復持ってるから安定感もある、うんうんうん、もうワンパンされない限りはっていう感じだよね、うん、まあ、ただもちろんねこのバーバラの枠は可能であればアタッカーとして火力が出せるアヤトとかタルタリアとか、うん、モナとか、はいはい、まあ、イランでもいいし、うんうんうん、ここら辺のキャラに変えることができればさらにね火力は上がります。行く秋に関してはこちらもね先ほどと同様でイエランぐらいしか対応ありません。これはもうしょうがない、まあ、強いて言うならバーバラの枠をアヤトとか
タルタリアのアタッカーにするんだったらココミとかをね、うん、入れてあげてもいいと思う。ああ、はいはい、確かに確かに、一応代用としてはビエランか、まあココミぐらいかな。ラキーダはないです、代用。まああれの代用ができるキャラ来たらちょっと困っちゃうもんね。まあこのパーティーの主軸なんで致し方なし、うん、致し方なし、うん、で忍に関しては一応代用キャラとしてはライデンかな、うん、熟知型ライデンになってくるかな。でただその場合はヒーラーがいなくなっちゃうからゆかきを水ヒーラーに変えるとか、まあ、さっき言ったみたいにココミを採用する必要が出てくるかなと思います。うん、なるほどなるほど、うん、まあ、そこら辺はね自分が使うパーティー次第で変えてあげれば。いやいいね、なんかナヒーダ引いたらやっぱ俺もなんだけど激化で使っちゃいがちなんだけども、うんうんうん、やっぱいろんなね使い方ができるのが草元素キャラの面白いところなので、いやこのパーティーも組みやすいし、うん、いいんじゃないかなって思います。生物厳選だけちょっとハードル高いけど、まあ、武器とかキャラは比較的ハードル低いので、うん、ナヒーダ軸で気になってる人は組んでみてください。はい、それじゃあ最後アカディさんのおすすめパーティーお聞きしてもいいですか。はい、まあ僕といえばなんですけど、はい、黒星軸の激化編成を紹介しようかなと思います。なるほど。まあねこの前ねあの黒星のね誕生日が来たということもあって、ほうほうほう、黒星熱がねみんな高まってると思うけど、でメンバーが黒星、忍、草主人公、スクロースです。なるほど、今回忍引っ張りだこだね、うんうん、本当にねほぼ皆勤賞なんじゃないかっていうぐらいのねやっぱね忍は強いね本当に、うんうん、まあこれは基本的にもう激化で黒星ぶん殴ろうを、まあ、メインに添えた編成なんですけども、まず、忍のスキルを使って雷付着をすると、でスクロースで拡散をして、水力強セットをね持たせて、うんうんうん、でデバフをすると雷耐性を下げると、で、草主人公でこれね、これは武器によって変わってくるんだけども、まあ基本的にうんうん、うんスキル打ってでまた忍で激化を起こした後に爆発を置いておくと。なるほど。であとはもう黒星で殴るだけですね。激化プラス水力のそうそうデバフを与えていくよっていった感じですね。でまあこれで結構ね聞かれると思うんだけども、まあ、これ入れないんですかみたいな話があるんですけども、あの1個注意したいのが、あの黒星っていうキャラクターって気軽に雷付着が行えないキャラではあるんですよね。あーなるほどね。スキルの印を当てて拡散してっていうのももちろんいいんだけども、その後に自分でスキルを使って、うんうんうん、要するに起爆、うん、するとあの5秒間しか殴れなくて、その間に爆を回そうとすると結構カツカツになってしまうので、帰ってきた頃には雷元素攻撃終わってるみたいなね。あそうそう終わってるからそう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 、黒星を拡散で使う時とかは雷キャラは、2人入れるのをおすすめはしたいかなと。なるほど。思いますね。うん。であとはね、あのこの編成ね比較的ね元素バッカーがちょっと重たいんだよね、黒星以外が。うんうんうん。そこも一応ねあの雷元素の元素共鳴によってねカバーすることも、まあ、一応できますと。なるほどね。まあおすすめ武器とか話していくんですけど、黒星に関してはいわゆるあの黒中流儀だったっけ、あのいわゆる田中剣って言われてる。田中剣。そう田中剣、まああの雷元素の影響を受けた時にダメージバフが入るよっていう武器か、うん、まあ、これも引っ張りだこなんだけども、あの鉄砲ですね。激化でぶん殴るので、うんうんうん、あの熟長やっぱ盛りたいってなってくると鉄砲も選択肢にも入ってきます。両方とも武器効果でダメバフが盛れるから激化に欲しいステータスが盛りやすいっていう意味でも相性いいよね。そうですね、まあ、もちろん星5武器のバンガンとかキリギリ持ってる方についてはそっちの方が、まあ、運用もしやすいし火力も安定すると思いますけども、さすがにさすがにそうそうそうさすがにね、あの2個の武器ぶっ飛んでるんだけども、まあ、星4になったら田中剣か鉄砲かなと。で主人公の枠は、うん、これ好みに分かれるんですけども、祭礼もしくは聖風ですね。でどっちを選ぶかっていう判断基準がパーティー全体の現地がすごく漏れてて爆発が回せるんだったら僕は祭礼の方がおすすめですね。スキル打って祭礼発動させて爆発を置いて控えに戻ってみたいな、あとに激化が切れた後にまたスキルが回ってるからスキルを打ったりとか、そうっていうのもできるので、結構安定的にやっぱりコレイをね抜いてる関係上安定的な草付着っていうのはちょっとやっぱりきつい部分があるので、うんうんうん、ってなってきたら祭礼の方がおすすめではありますね。でスクロースなんだけども、この枠に関しては無難に祭礼とかがおすすめかなと思います。爆発もありやすくなるしね、シンプルに。そうだね。でまあ忍はまあ聖風か原木刀と、うん、まあいった感じ、まあ、ここは本当に好みなんだけど、でも生物は黒星はまあ金メッキ4セットが一番おすすめですかね。やっぱり、うんうんうん、金メッキ厳選ちょっときついなって思う方は従来の雷剣闘士でも十分強いので、この編成は、うん、間違いない、うん、それこそ田中剣とかで攻撃力が足りない場合は雷剣闘士とかで多少でもね攻撃力を補ってあげた方が安定すると思うし、うん、でまあ、主人公は、まあ、絶縁4セットですね。安定の僕爆発をゴリゴリ回したいので、主人公はもうサブステもメインオプションも全部元素チャージ効率でね、もう漏れるだけ漏ろう。そうだね、漏れるだけね。
デスクロスはまあおなじみの水力4セットの熟知盛りと、はい、で忍はまあ洗顔がおすすめですかね。あーなるほどね。そうあの武器がやっぱ今回あの田中と鉄砲ってことで攻撃力がねちょっと盛りきれない部分があるので、うんうんうん、そこを洗顔のバフで補ったりとか、まあ、2セット効果で HP も上がったりするの で、うんうんうん、で今回忍いわゆるその起爆薬じゃないのね。元素反応のヒーラーと、まあ、激化の起動薬かな、どっちかというと、まあ、HP が漏れるから回復量も上がるし、そうそうそう、なので洗顔4セットがおすすめではありますよと。なるほどです。はい、ということで今回は俺と赤 T さんで無課金の人におすすめのパーティーを全部で4つ紹介していきました。はい、で俺がおすすめのパーティー1つ目がティラリフィッシュル忍ディオナ、2つ目のパーティーがナヒーラ忍ユクアキバーバラで、僕が1個目がエンヒユクアキベネットスクロース、うんうんうん、で2つ目が国政忍草主人公スクロースの編成でした。ぜひね、無課金の方は自分の持ってるキャラとか育成してるキャラ次第で今回のパーティーを参考に、ぜひぜひ螺旋攻略に挑んでみてください。はい、それでは今回遊びに来ていただいた赤 D さんのチャンネルは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひそちらからチャンネル登録の方をお願いします。お願いします。また一緒に Twitter のフォローをしていっていただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。